演じさせていただきました橋本環奈です。よろしくお願いします。被誉为是千年一遇美少女的日本女性桥本环奈，三十日来到韩国宣传电影，在场也被问到第一次听到这个绰号的反应。찬냥도르，찬냥，찬냥도르，찬냥도르。もうなんて言うんですかね、恐縮です。本当にガンガン、なんかもう申し訳ないです。あのポーズやっておくと多分それが一面に乗ります。やめてくださいよ。예저는이번やめてください。이번홍보활동때문에한국에온것이처음한국을방문한것인데요한국에와서이렇게많은분들이저의이름을알고있다는사실자체를多分でも最近ね日本には1万年に1人みたいなのも出てきましたよね。지금일본あと福岡の奇跡っていうのもいるんですよね。福岡反応しづらいじゃん。导演也真的是很逗趣啊，而桥本环奈在剧中为了搞笑可说是牺牲演出，作为爱豆可是突破了自我。橋本環奈はアイドルとしてはそれほど売れてないですからね。やめなさい。本当にやめなさい。くまねじせよ。海外に来てそういうこと言うもんじゃないわよ。そうです。グループの名前なんつったっけ？もういいですよ本当に。그룹이도저히이질이다이だけですから저를지금그냥소원하는지売れてないんですよね。네잘팔리지않았습니다아이돌꼬라내려가라야메테哎呀这两个人真的都太可爱了啦。